さあさあ、また今回もおしゃれな音楽に乗せて始まりましたよ。石井正則の Vlog。 おしゃれなカメラですね、石井さん。おやおや、これはコーヒーにフィナンシェですか？またこちらも美味しそうなメニューで、何でしょうかね、この光って。これハンバーガーですか？あらあら、夏の空です。暑くなってきましたね。これは復活したアクロスですよ、モノクロフィルム。わー、大きなハンバーガー。おやおや、石井さん、これはラジオの収録風景ですね。これは、おー、牛太郎で、あー、なんだ、音楽が止まりましたよ。さあ、ということで、このね、銀座笹本のぶどう割りというすごく良いお酒からスタートしちゃいますよ。ちょっといい加減このモノマネをまずやめろって感じですね。そもそも似てないですからね、みんな思ってましたよね。先に言っちゃいます、似てねえよ。ということでね、これね、コーヒーの種類忘れたんですけどね、とっても美味しかったですよ。そしがや大倉行ったらぜひとも行ってみてもらいたいお店の一つですね。で、そしがや大倉といえばこのソレイユさんです。もう古くからやってらっしゃる喫茶店なんですけどね、この喫茶店の夢をすべて詰め込んだような最高のメニューで、この名前がラッシュアワー。このラッシュアワー、ソーシャルディスタンスゼロ、完全に密です。3密どころじゃない、何密これ。そう、この日はですね、7月31日だったと思います。あの長く続いた雨が一気に夏に変わった日で、空の変化の凄さに思わず撮ってしまいました。続いては日本カメラ博物館と JCII フォトサロンで行われた2つの写真展に行ってきた様子です。これ系列なんでね、近くの建物の中にあるんですけど、どちらも素晴らしかったです。機械博夫さんの写真は生で見たら本当にすごかったですね。やっぱりね、写真は生のプリント見なきゃいけないんだなということを改めて感じさせてもらう写真展でした。竹内俊信さんの写真展はですね、その撮られたクラシックなカメラも同時に展示されてるんですね。本当にね、こんな珍しいカメラ、面白いカメラがあるのっていう感じでね、欲しくなっちゃう、クラシックカメラ欲しくなっちゃう展示でしたよ。で、この日はちょっとテストしたいことがあって、珍しくこんな生きったカメラ、すいません本当にこんなカッコつけたカメラ、ライカの 3A というカメラでございます。これはのだめカンタービレのスペシャルの時に行ったプラハで買った僕の初ライカだったんですね。さあ、そしてやってまいりました、武蔵小山の名店牛太郎です。こちらは本当に安くてうまいんですけど、はっきり言います、一元さんほぼ入れないです、怖くて。でもね、入れるようになったら美味しくて安くてうまくて、もう最高なんですよ。今美味しいとうまい、同じこと2回言いましたよね。で、実はこの日僕オズモポケットを忘れまして、 iPhone で撮ってます。ほら、ここ影出てるの分かります？左下、これ iPhone の影なんです。これ iPhone で撮ってるんですよ。だからね、今までの映像とちょっと違う感じするかと思います。でもまあ、それはいいとして、とにかく美味しいんで頑張って行ってみてもらいたいです。さあ、そして TBS ラジオ自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフの収録の模様をお届けしております。この日のゲストのアイアムさんがね、ちょっと映ってますけど、こういったカメラなんですよっていうような話をしてますね。で、その後に一緒にパーソナリティを務めてくださってる引田さとしさんと2人のコーナーのところでちょっとタイムラプスを回させていただいたという、なかなかね、ラジオで収録している様子ってね、まあ今ね、ミクチャとかでね、日本放送さんだとそう放送したりとかしてますけどね、まあこういった形で見ることなかなかないと思うんで、ぜひ見ていただこうと思って撮らせていただきました。 TBS ラジオにて毎週日曜6時30分からぜひお聞きください。さあ、そしてこちら六本木のミッドタウンにありますハンバーガー屋さんです。これすごかったです。初めて入ったんですけど、むちゃくちゃボリュームあるんですよ。で、むちゃくちゃ美味しい。ただ正直全然綺麗に食べられませんでした。まるっきり上手に食べられるのぐっちゃぐちゃになっちゃいましたよ。あんまりハンバーガーって食べないんで、へったくそだな俺食べんのと思いながら、ここ連れてってくれた方がめちゃくちゃ綺麗に食べてて、すげえと思った記憶があります。で、実はこの日は富士フイルムフォトサロンスペース3で9月25日から行われます写真展それぞれのアクロスという展示の打ち合わせをしておりました。こちらね、モノクロフィルムアクロスが復活したということで、デジタルカメラのアクロスモードとフィルムのアクロス、両方の写真を7人の作家が展示することで、フィルムとデジタルの違いや逆に違いのなさ、そういったものをぜひ楽しく確かめてもらいたいという展示です。ということで今回は以上となります。
チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。